バンザイは日本の競争馬、シュボバ。1920年代に競争生活を過ごし、1924年の春季提出五章点、秋季優勝内国産馬連合競争などに優勝した。半姉妹に1923年の春季提出五章点、天優勝馬、ピュアゴールド、1925年の秋季五章点、優勝馬カーネーション。 前弟とうとに1926年周期五商店、優勝馬公営がいる。15銀行頭取公爵の松方玄が所有する千本松農場で生産される。父ダイヤモンドエッティングは、当時の名手母馬の一頭、母、宝永はオーストラリアからの輸入馬で、血統不詳のサラブレッド軽種であった。3歳となった1924年に、 横浜競馬場の中住与之助のもとに入球し、4月26日、東京開催初日の新古場戦でデビュー。距離1マイル1、8を1分57秒37という、レコードタイムで優勝すると、翌日に迎えた、提出後商店では、エミグランドに3場審査をつけ、前日自身が記録したレコードを4秒近く、短縮する1分53秒71で優勝した。 このタイムは従来の日本レコード1分56秒00をはるかに上回るものであり、計測ミスではないかとの声も上がった。しかし正式にレコードと認定され、1928年にメートル法が採用されるまで終わりに破られなかった。翌週の開催最終日も制し、3連勝で春季開催を終える。秋は関西へ遠征する。 地元一般市にも取り上げられるなど注目を集めたが、開催初日に、オーキッドに花さで敗れ、初の敗戦を喫する。二日目には優勝したが、この開催のメイン競争であった阪神連合2マイルには、出走せず、最終日の小馬優勝戦を制して、関東に戻った。松方の所有場で、阪神に遠征したものは、万歳が唯一であり、連合2マイルに出走しなかったこともあり。 遠征の真意を図りかねるという声もあった。その後は、周期東京開催初日、この翌日提出後商店に優勝する品場フロラーカップに2場審査で勝利、3日のメグロ連合2マイルで、ラレードに8場審査をつけて優勝し、この年のシーズンを終えた。翌1925年は、5月の東京春季開催2日目、4日目を連勝。週期開催では、 二日目に、史上初めて行われた2マイル1、8という距離でラシュカッターに4馬審査で敗れ、生涯二度目の敗戦となった。しかし続く三日目には、半身で敗れたオーキッドに3馬審査をつけ雪辱を、果たすと、最終日には2週間前に、横浜提出後焦点に優勝したラレードに4馬審判の差をつけて優勝。これを最後に競争馬を引退した。引退後、 政府公売場の第一号として、農林省に1万円で買い上げられ、岩手県で種母場となったが、特殊競争優勝場を出した姉ピューアゴールドや、東京優秀に優勝場菅沼の母となった妹のカーネーションと比べ、目立った成績は残さなかった。1936年に売却され、以後不明である。しかし1920年代を代表する名場の一頭として、2000年には、 日本中央競馬会が選出した20世紀のベストホース100に名を連ねている。母、宝永は公式には決闘不詳であるが、1914年の春季提出、五焦点に優勝した父ルームは母アピアランスの合衆産品馬、宝永と同一視されており、実際にこの推定をもとに決闘票が作成された資料もある。なお、上期決闘票は、 劉裕二郎、日本サラブレッド配合紙8ページの万歳の決闘表を参考とした。ありがとうございます。